今月1日から7日は春の火災予防運動の期間です。佐賀県唐津市の消防署では園児に防災について学んでもらおうとミニ消防広場というイベントを今日開きました。春の火災予防運動では火を消して不安を消してつなぐ未来を標語に全国で防災に関するイベントが開催されています。今日は唐津市の昭和幼稚園と仲良し保育園に通う年長さんおよそ70人が放水体験や35メートルもの高さを誇るはしご車を使った体験を行いました。楽しいです。落ちたら終わりかと思いました。だけど安全があるから大丈夫。唐津市消防本部では今後も防災を呼びかけるイベントを開催したいとしています。